小市拓馬はカンボジアの起業家。海上中学校、高等学校卒業、在学中生徒会長を務める高校1年生から生徒会長に就任、生徒会の活動の合間を縫って旅をしていた。高校在学中、韓国と北朝鮮の国境である半門店や旧ソ連と東ヨーロッパ7カ国を回った。大学で開発経済学を専攻し、 国連難民高等弁務官事務所に学生ボランティアとして参加後に1996年にカンボジアでロコモ社を設立以降代表を13年間務める日系、ベトナム系を中心に50社以上と貿易を行っている2001年にコンサルティング業務を開始しカンボジアにおける投資関連調査や政府系機関との接触を行っている 1996年カンボジアで、ロコモ社を、設立1998年カンボジア共済会、会長2006年中小企業基盤整備、非公国際化支援アドバイザー2011年仕事を一時、休業し、震災対応など民主党衆議院議員、高橋翔一を、事務所秘書として手伝う。2012年日本カンボジア交流促進年事業、実行委員会事務局長。 2013年9月1日、ウナばラカイプノンペンシブ発足。2015年カンボジアで出会いたい100人、西村清郎長で紹介される。2016年3月1日カンボジアンタイガー、FC の特別顧問に就任。2017年10月15日テレビ東京で放映された宇宙船オリエンタルの地球スマイル探査隊が違法取材をしていた疑惑を Facebook で追求。 2018年5月カンボジア日本人会の会長に就任。2019年絵本、中田厚人物語から、夢は世界を平和にすることの出版コーディネートを担当。エンターミン99、会場高校史上ナンバーワンのエタン字で、生徒会長だった小市拓馬は、人気と行動力で今はカンボジアに、あいつ今何してる気になる。 エンタミンワールド2019年11月16日閲覧黒丸プノンペンロコモ株式会社代表取締役社長小市宅マクロ丸情報局2019年11月16日閲覧カンボジア共済会 www.facebook.com2019 年11月17日閲覧プノンペンプラットフォームジェトルプノンペン事務所 海外事務所ジェトロについてジェトロ。w w w ジ e t r o g o j p 2019年11月16日閲覧。海上学園同窓会うなばら会モバイルページ。c a s h y a h o f s j p 2019年11月16日閲覧。向井治さん。日本カンボジア新前大神職記念レセプション。坂口直の 心にかける橋。向井治さん。日本カンボジア親善大使移植記念レセプション。坂口直人の心にかける橋。2019年11月16日閲覧。向井治さん。日本カンボジア親善大使移植記念レセプション。ブロゴス。2019年11月16日閲覧。会場学園同窓会うなばら会モバイルページ。 キャッシュ y a h o o f s j p 二千十九年十一月十六日閲覧うなばら会プノンペンシブ発足うなばら会ニュースアーカイブ会場学園同窓会うなばら会二千十九年十一月十六日閲覧二千十三年カンボジアが最も熱いと言われていた時代の日本人百人のストーリーカンボジアで出会いたい百人 オフィス製紙論海外から見た日本の視点でビジネスを考える。2019年11月16日閲覧。カンボジアンタイガー FC、ロコモ社の少子タク CEO が特別顧問に就任。ベトナムサッカーダイジェスト、ベトナムフットボールダイジェスト。2019年11月16日閲覧。カンボジアタイガー FC、小市タク氏、カンボジアンタイガー FC 特別顧問のお知らせ。 カンボジアンタイガーフットボールクラブ2019年11月16日閲覧小市拓馬、ま、www.facebook.com2019 年11月16日閲覧テレビ東京外報取材ネイバーまとめ2019年11月16日閲覧ツイートロンガー whenyou talk too much for Twitter www.twitlonger.com2019 年11月17日閲覧プノンペン日本人会長就任おめでとう業種別うなばら会広場会場学園同窓会うなばら会2019年11月16日閲覧カンボジア日本人会2018年度役員紹介カンボジア日本人会 2019年11月16日へ閲覧。ボランティアのブログ記事一覧。坂口直人の心にかける橋。ボランティアのブログ記事一覧。坂口直人の心にかける橋。2019年11月17日へ閲覧。高橋正一坂口直人小市拓馬フェイスブック。カンボジア太郎ツイッター小市拓馬インスタグラム。カンボジア日本人海アンコール日本人海うなばら会 ありがとうございます。